こんにちは、美容チャンネル。こんにちは、美容チャンネル。こんにちは。持参した。あ、そう、持参した。かわいい。本当にやばい。これがやばすぎて、本当にここの設備かと思った。なんか今日これ持ってきたんだとか言っててさ、なんか本当になんかボケてんだと思って、なんか、あ、そうなの、汚いねとか言ってたら、私物だった。あ、なんか一人だけすっぴんだなって思いました。変わるから、変わるから。それも複雑だよね。かわいいよ。え、でもさ、わかるよ。すっぴん変わんないって言われるのさ、結構やだよ。あ、なんかいきなりキラキラキラー、かかしまいのかすみと、せーのです。お願いします。はい、ということで今日はあのスキンケアをしていきたいと思います。イエーイ。あのですね、あの本当は2人でやる予定だったんですね。本当にごめんごめんごめんって感じなんですけど、理由が、まあ、3大理由ぐらいありまして、いい営業言い訳するね。20秒。まず1個目、今日私は大の筋肉痛なんですね、フルマラソンのせいで。で、ガラガラが持ってこれないんですよ。で、荷物が多く持ってこれない。ごめんごめん。1で、2、荷物が持ってこれないっていうことはメイク道具を意識持ってくることができなくて、メイク道具持ってくるとしたら他が持ってこれないみたいな感じで、夜予定があるということで、今日はあの健康ショッピングチャンネルみたいな感じで、この方に私の美容法とかをこうなんか伝授していくよっていうね。この人もね、やっぱこの本来この肌がもちもちなんですよ。で、まあこのスキンケアの謎に迫っていくよっていう感じ、やっていきたいと思います。はい、はい、それではレッツラゴン。とりあえずじゃ あ, あの私 の,、はい、あの通常スキンケアだけを紹介していきます、ね。え、私かと思った。今 D プログラムなんですよ。何ですか、そっち。あ、聞いたことある、それ。なんかね、私も初めて今使ってんだけど、今いい、そんな3000、4000ずつ。あ、でもいい。敏感肌に優しいみたいな感じ。あ、肌みたいな感じ。一旦ちょっと乾いた感じ、ね、忘れてもらっていい。なんかいろいろむくみを取ったりするグッズを持ってきてくれました。そうそうそう、私あのほらミスインターナショナルに出てた時に、そうそうそう、ちょっとズボラで今全然やってないんですけど、私朝めっちゃむくむ人なんですよ、顔。うん、そのむくみとかをなくすためのと、あとスキンケアをちょっと持ってきました。これめっちゃ私おすすめのスキンケアで、うん、私結構これ朝にやってること多いんだけど、うん、私ね、水光肌になりたいの、めっちゃ。艶肌。同じくでしょ、うん、で、韓国に結構行くんですけど、私。うん、韓国で、まあ、毎回毎回調達するんですよ、水光肌になるためにはみたいな。現地の友達が何人かいて、うん、その子たちに、あの現地で流行ってるものを聞くんですよ、ね。あ、素晴らしい。このコラーゲン爆弾クリームみたいなのがありまして、これパックなの。剥がすのこれ。そう。で、私これ3本目ぐらい。ちょっとやりたい、やりたい。9点でも売ってるんだけど、やっていいですか、これめっちゃいい。ちょっと時間。待つ待つ。まあその間はあの愛の里見ればいいかな。あ、そうだね、ちょっと手の甲。そうすればいい。塗っていただきます。失礼します。あらあらあら、すごい。これを、あ、本当肌綺麗ね。ありがとうございます。ちもちも。本当メイクさん。これ本当。メイクさんですかね。ありがとうございます。はい、いい感じです。これどれぐらいの頻度でやってるの？でもミスの時は週に1回ぐらいやってましたね。今はお久しぶりですという感じなんですけど、うん、まあちょっとさ、このこれで塗るっていうさ、こう手間がありますもんね。そう、手間があるんですよ。なんか結構剥がす系のパックっていっぱい売ってると思うんだけど、うん、私剥がしにくいのがマジ嫌いなのよ。うん、剥がれるって感じするでしょ。って思うでしょ。剥がれるんですか。これ5分ぐらい待つんですか。はい、もうちょっとかもしれないけど。じゃあ、あの回っていきたいと思います。さよなら。ありがとうございます。あのなんかいい感じに時間がかかったので、うん、そうですね、ちょっと待っていますね。痛がってね。はいはいはい。割れるんでしょうかね。こういう感じで。あ、すごい。剥がれるんですよ。ドリンって感じ。わかります。いいよいいよ。で、本当になんかこうツヤ玉ってなんかあるじゃん。あれって。なんか個人名称なのかな、わかんないけど、そういう感じ、なんかツヤツヤになるの。え、よくない？いい感じ。そう、ここだけやっぱり、ね、違うの。すごくいいんですよ、これすごくいいです、これはいいでしょ。だから時間ある朝とかにやればいいでしょ。触り心地がめっちゃ良くなる。触り心地いいでしょ、これ。これはぜひあの皆さんも試してください。いい感じです。ありがとうございます。ぜひぜひ。これちっちゃいんですけどもね、ベリーホップこれ良いのやつを使い始めて、まだね、そんなわかんないんだけど、それビタミン C、 ビタミン C の。でもなんかね、これで普通の値段だと2000円弱ぐらいだったんだけど、はいはい、なんかあの8日分でした。だから多分高い、結構高い、多分高い、結構高いね。
あ、ではそこでちょっとクリーム次に行っていただいて、はいはいはい、私おすすめのこちら。そう、これどう使ってみて。あ、まだ1回しか使ってないの、うん、昨日届いたから、うん、昨日の夜しか使ってないんだけど、これ結構良くて、良い、見たことある人いるから。これも韓国です。韓国の美顔器。そう、なんか9点でした。めっちゃなんか人気だよね。2万ぐらいで買ったんですけど、美顔器にしては安いですね。え、そうそうそう、なんか EMS 的な感じです。ちょっとキリ板みたいな、キリキリするよみたいな感じで、でこれ5分をちゃんと測ってくれるの。 1 minutes とか言って、 2 minutes とか言ってくれるの。チャ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 、まあ、確かにいい感じじゃない？めっちゃ良くない？なんかちゃんとこのリフトアップ的な。あ、そうそうそう、思想。通販サイトの方の通販サイトのうちはね、今ならなんと9800円。そうそう、そして今30分以内にお電話いただいた方はなんと2台ついております。これも9点のやつで、今回買ったやつで、レチノール。そうそう、レチノール、レチノールいいですよね。そう、なんかこの前そのホットフェイシャルやった時に、はいはいはい、なんかもっとダーマペンとかポテンジャとか、うん、ちゃんとしたがっつりした施術を、ね、やりたいと思ってた、うん、最初、うん、なんだけど毛穴の状態見てもらって、うん、なんか確かに気になるけど、うん、そのがっつりした施術をやるとやりすぎになるぐらいの肌、そこまでこう深刻じゃないみたいな、はいはいはい、言われてフォトフェイシャルしたのね、うん、でも気になるっていうのは分かるから、鼻の毛穴、私黒ずみが気になるってこと、もともとはレチノール入れてみてくださいって言われて、レチノールのクリームを買いました。なんか朝私ビタミン C 入れて、夜レチノールとか、レチノールとビタミン C って併用していいのかな。同じ時には使ってない、私も。あ、じゃあいい。私これも買ってますよ、僕9点です。何ですか、そちら。カッサを買いました。じゃあ。すごいなんかおしゃれ。これもできるし。カッサって痛い？痛くない？痛くない。しかもなんか冷たいのちょっと顔。え、冷た？そう、冷たいから。あ、いいね。やっぱなんかこの年代になってくるとなのか知らんけど、むくみってマジでやめます。うんうん、でむくみって放置するとちなみに脂肪になるっていうか、そのまま肉になっちゃうから本当に気をつけた方がいいですよ。そうなんですか。え、本当ですよ。そうなんですか。私もう1個むくみグッズ。あ、それか、見たことある。これはもう、これこの間友達にタンプレでいただいたのね。使ってみたらめちゃくちゃ良くて、ちょっと今私髪の毛あれなんだけど、これは、まあ、夜でも朝でも私仕事で眠くなった時とか使ってるんだけど、ここら辺をこうグリ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 する。いいですね。そうすると私はマジ、うちらね、目使ってるじゃん、うん、目使うと頭凝ってるんですよ。そうなの、頭ガチガチですね。で頭凝るとおでこにシワが寄るんですよ。そうなんですよね。し、首元にここら辺もね、口ももたついてきたりする。そう、もたついてくるんです。で、こうやると私はこの頬がちょっと上がった感じになるんですよ。カロカ、私 BA さんですよね、絶対に。そうです、なんかやっていただいてます。なんか本当にこういう感じで、溶かしたりしない、こう、一箇所でこうグリグリ、でそんな力強くやんない。うん、そうだね。そう、普通にだってこれでも効いてる。え、効いてるでしょ、うん、でこれをもうね、1、2分私はやるんですよ。そうするとなんか割とこう血流が流れて、生理の時とかめっちゃいい、うんうんうん、めっちゃいい、めっちゃいいんです。これおすすめ、ほんと。なんかいい感じだね、うん、なんかツヤツヤではあると思う。ほんとツヤツヤだよ、うん、なんか補正かかっててよくわかんないんですけど逆に白くなってる。なんかさ、なんか怖い、色ないみたいな。今度は私もね、スキンケアをちゃんとやりたいと思いますね。ちゃんとなんか今度はさ、止まってやりたいよね、一から。そうそう、ちゃんと恋愛リアリティショーを全部見切れるぐらいの時間が欲しい。もう帰んなきゃいけないけど、うちは確かにもう帰んなきゃいけないからね。やばいやばいやばい。あと今日はもう終わりにします。はい、終わりにします。またスキンケアとか紹介ぜひしてほしいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは明日も欠かせない。じゃあねー。気持ち悪いな。